番だこれ。早く出てこないからみんな迷惑してんぞ。おい、これは首都高速で撮影された映像です。トラックが斜めに止まり車線を塞ぎ、運転手とみられる男性が別の車を恫喝しています。巻き込まれた後続車は進路を塞がれ立ち往生、大渋滞が発生しています。一体何が起きたのでしょうか。これはトラブル前に撮影されたトラックの様子です。非常に激しい煽り運転、全方位の車に対して喧嘩を売っていくスタイルです。いつ事故が起きてもおかしくない状態です。これは恫喝された車両のドラレコが捉えたトラックの様子です。非常に激しい煽り運転です。右へ左へ大きく車体を揺らし蛇行運転、蛇行運転を繰り返すトラックに乗用車がクラクションを鳴らします。そして次の瞬間、トラックが乗用車の進路を塞ぐように止まります。運転手が降りてきました。おい、死んでやろう。てめえ、俺のこと舐めてんだろ。おい、窓開けろ。開けろって。さっき俺のこと見てクラクションならず、俺のこと下に見てる証拠だろ。おい、ほら、出てこいよ。怠慢だこれ。早く出てこないからみんな迷惑してんぞ。おい、出てこいよ。何してんの。おい、てめえスマホいじんな。おい、てめえ通報してんじゃねえだろうな、ザコが。てめえから喧嘩してきたんだろうな。逃げんな、ザコが。だってな。おい、早く出てこいよ。ボッコボコにしてやんよ。俺が最強だ。誰にも負けたことねえからよ。今なら100万で許してやるけどよ。どうすんだよ。後ろみんな迷惑してんぞ。運転手がトラックに戻り、何かを取り出します。ゴルフクラブです。あまりにも危険な状態に、撮影車両の運転手も苦言。なんだあの野郎、ゴルフクラブなんて高速で出しやがって。危ねえ野郎だな。コンプライアンスはどうなってんだよ、あの会社。おい、何してんだこの野郎は。こんなもん出して振り回しやがって。危ねえだろ、バカ野郎。なんだてめえ、関係ねえだろ、バカ。バカ。コンプライアンス最優先だ、この野郎。長時間のトラブルにしびれを切らし、男性が介入しました。しかし、この後、衝撃の光景が。なんと高齢者が突っ込んできてトラックが消えました。警察がトラックが落ちていると通報を受け駆けつけてきました。迅速に運転手を救い出し教育に行こう。煽り運転は危険だと熱心に説得、免許返納を促します。先ほどの威勢は消え、運転手は即座に教育を受け入れました。警察は他の車と協調しながら運転できないやつは免許返納だ、また運転中に限らず身の危険を感じたら躊躇せずに俺たちを呼んでほしい、すぐに駆けつけ国民の安全を守るとコメントしています。また突っ込んできた高齢者についてはそのような事実はないとコメントしています。警察の発表によると今回のトラブルで怪我人はいなかったとのことです。